おい、今日何日だか知ってるか？12月1日だろ。ところが今夜は11月の30日だよ。何？つまりだ、今夜180度線の日付変更線を通過するわけだ。ここを通るときは本来ならば時計を5時間進ませて今日昨日にするわけだ。バカ言っちゃいけない。今日は昨日に戻るわけがないじゃねえか。おい、お前はね、ずっと前からこう弱いからさ、俺無理かもしれないけどもね、よくこれだけは聞きなよ。まだ13時ちょっと前だろ。うん。なのにどうしてお前夕飯の支度してんだよ。え？おかしいじゃねえか。うん。13時だったら昼飯が済んだ頃だもんな。そうだよ。だからね、便宜上180度線を日付変更線にして今日昨日にして時間の修正を図るわけだ。よくわからないけど、つまりなんだね、180度線を挟んで敵に出会ったら攻撃してもダメだな。どうして？どうしてって、昨日の敵に今日の弾が当たるわけないだろ。